年々健康次第独身の方が増えてきております。もうこれはいかんということですね。今日はですね、プロポーズの仕方を私がレクチャーしたいと思います。プロポーズ、皆さん、プロポーズというのは自分の素直な気持ちを相手に伝えて結婚したいという意思を伝える、それだけなんです。正解はありません。なので、プロポーズするときに、宝石であるとか花とかをね、一緒にプレゼントすると、これ確率、結婚できる確率が上がりますね。これ花とかはね、常に相手から選ばれる相手から